やはりこれは持ち込まねばと思ってね。でその話をした時に、え、白雪さんってガチで SM 好きなんですかみたいになったので、いやガチっすよってなってみんなさ結構興味津々になってさ、え、どんなことするんですとかなってったわけでさ多分想像つくと思うんだけどさ、院長とかがさ一番目を、私がさ、まあ、こうであーで、まあ、こういうプレーとかーみたいな言ったら、やはり一番食いつきがいいわけ、え、それでそれでともえさんそれでみたいなその目がね、でもキラキラしてんのすごい純粋な眼でキラ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 、へえ、そうなんですねキラ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 ってしてたかわいくて、それがそう、それこそなんかうもちゃんとかの方がなんか触れてきた、え、あれってあれってみたいな、あれってな、どう使うんですかみたいな、もうキラキラの目でうもちゃんに聞いてきた、すごいですねあれ、中学生がダメでしょって思いながら、あれはねって、あの、まあ、手と足縛っ て後ろのはあれは首輪って、首輪、え、あれ散歩させんの、散歩って別に誰を散歩って言ってなかったら別によくない、首輪って言ったら散歩でしょ、散歩は首輪するでしょ、首輪は散歩させるものじゃない、